護と誘導を頼む。分かった。どうやら旧市街地内に巨人が集まりだしたようだな。援護班、盗賊班の本隊合流を援護するぞ。本隊合流までの移動距離を短縮するため、巨人を排除しつつ進軍ルートを確保しろ。巨人を討伐し道の安全を確保すれば、より早く旧市街地を通過させられる。救援要請か。行くぞ。無駄さん、ミケさん、ここを確保すれば後続班の移動距離を縮められそうです。こいつを使えばこの道の安全が確保できるぞ。後続班を巨人と交戦させるな。急いで片付けるぞ。この大通りが使えれば後続班の移動距離を短縮できる。道を塞ぐ巨人を片付けるぞ。迂回によって移動距離が伸びれば危険も増す。巨人の討伐を急げ。盗賊班が移動するようだな。早く進軍ルートを確保しなくては。諦めるしかないな。後続班には迂回ルートを進んでもらう。後続の各班がそれぞれ移動を開始したようだな。俺たちで援護するぞ。大通りは危険だ。別の道を行け。了解しました。グラオスだ。この先は危険だ。別のルートを行け。わかりました。危険だ。別の道を行け。はい、了解しました。
かなりまずそうだな。やったか。巨人が。よし、今助けてやる。俺もミケさんみたいに匂いで巨人の存在が分かればいいんですけど。諦めろ。鍛えてどうにかなるもんじゃない。逃がさん。巨人だ。まずいな、後続班が。今助けてやる。拠点はここでいい。本体と合流してますね。ありがとうな。お前のおかげで無事に抜けられたよ。平原の本体と合流してるぜ。まだ安全を確保すべき道があるはずだ。今のうちに旧市街地内を確認しておくぞ。救援の縁談か。あの道も確保できれば移動距離を短縮できる。火星に向かうぞ。救援要請か。行くぞ。後続班も移動しやすくなるはずなんです。手を貸してください。よし、我々が加勢する。これで後続班もここを迂回しなくて済みそう。後続班が別々に移動を開始したようだ。かすかに巨人の匂いも増した。気をつけろ。
は危険だ。別の道を行け。援護班のおかげで巨人との交戦を避けて市街地を抜けられそうだな。この先は危険だ。別の道を行け。了解。別の道を進みます。もう次から次へと湧いてくるんだから。だがそれでこそ俺たちの腕の見せ所だろう。道の安全は確保してある。このまま進め。わかりました。援護感謝します。大通りは危険だ。別の道を行け。了解しました。別のルートで進みます。周囲の巨人は俺たちが引き受ける。お前は市街地の出口を目指せ。すみません。頼みます。拠点を立てましょう。先に平原の本体と合流してるからな。巨人が道を塞いでやがる。大丈夫だ。俺たちに任せておけ。巨人が道を塞いでいる。これでは進めない。うたさい。このまま
信じて頼って。すみません、助かりました。エレン、巨人の相手は俺たちに任せて進め。はい、お願いします。俺たちでルート上の巨人を片付ける。お前は進め。はい、お願いします。ありがとう。私は先に本体と合流している。ありがとな。俺は先に本体と合流してるよ。よし、前半の旧市街地通過を確認した。俺たちも平原で本体に合流するぞ。この匂いは。放置すればいずれ本体に危険が及びかねん。ここで始末しておく。今度こそ平原の本体と合流するぞ。周囲の巨人は片付いたようだな。これなら問題なく進めるだろう。
少し遅れはするが、ここで体制を整えてから本隊に合流しよう。それにしてもお前、ここまでよく働いてくれた。うん、この1ヶ月ですごく成長したみたいだね。きっと今回の壁外調査でも。まあ俺たちの初陣に比べれば全部。おお前らの初陣のことを話してもいいんだな、オルオ。やはー、何でもないから気にしないでいいの。エルドさん、この話はしないでください。まあこいつらにも初々しい時期があったってことだ。それに比べるとお前は少し。おい、何無駄口叩いてやがる。兵長、すみません。お前とはここまでだ。陣形の展開までに。お前のクソみてえな根性だけは認めてもいいが、せいぜい死なねえようにしろ。これが壁外調査。死ぬんじゃねえぞ。よや。よう。よう。生き延びられるかな。ああ。最善を尽くそう。よう。おお。
陸都市を。陸都市を。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない気候種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。新兵しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。討伐しといた方が良さそうだ。新兵やるぞ。完了だ。先に進むぞ。新兵、俺たちからあまり離れるな。一人で無茶はするなよ。Thank you.
休む暇はない。行くぞ。クソ、また巨人か。次だ。続けて鉢合わせるとはついてねえ。敵の取りこぼしか。幸い数は少ないようだな。他にも巨人が隠れてるかもしれねえ。注意しろよ。こんなに巨人が出るんだ。数も多くなってきてるぜ。ったく、索敵班は何やってんだよ。巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、縁談だ。すでに陣形が乱されているらしい。新兵、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。
巨人が出てくるなんてな。座学で聞いてた話と違うんじゃねえか。うちは後だ。まずはここを切り抜けんぞ。お前、なんでここに。マイ、手を貸してくれ。これしき。まだまだ。休む気がない。状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、縁談が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。よし、縁談の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。ところに巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。あのイーケツした巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。空だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろ。僕の企画誌には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。じゃあエレンはどこにいるってんだ。この陣形の一番安全なところにいるはず。だとしたら中央の後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。いざ。
司令班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。ここで殺せ。次だ。これしき。状況だぞ。巨人が多いの。この状況、何かあったのか。やったか。助かったよ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。休むしかない。あの縁談、助けが必要だな。まずい状況だぞ。必要だな。いざ。発見。まだまだ。壊滅しちまうぞ。シンペ、いいところに来た。加勢してくれるか。
巨人が予想以上に多くてね。こいつで様子を見ておくことにするよ。私たちのことは心配無用だ。後続の班が来たら合流するからさ。また巨人が現れたら、こいつが役に立つかもしれんな。我々は後続の班が来たら一緒に移動する。君は先に行ってくれ。あの縁談、助けが必要だな。だが無理はするなよ。するから大丈夫。あなたたちは先に行っててね。